学園アリスは、樋口立花による日本の少女漫画作品、及び、それを原作とするアニメ作品、ゲーム作品。花と夢にて2002年19号から2013年14号まで連載された。2004年10月から2005年5月までテレビアニメが放送された。2013年5月時点でコミックする発行部数は700万部を記録している。 小さな田舎町で育ったみかんと、ホタルは大の親友。しかしホタルは、突然、アリス学園に転校することになってしまった。ホタルが転校したのは、潰れそうだった田舎の学校に、学園からもらったお金を寄付して救い、みかんを悲しませないため。さらに生徒たちの噂では、アリス学園は一度入学すると卒業するまで、学園外には出られないという。 それを知ったみかんは、転校していったホタルを追いかけ単身東京へ向かい、天舗の才能イコール、アリスを持つ者のみが通える究極の一芸入学の学校、アリス学園にたどり着いた。学園教師のなるみによって、アリスの才能を見出されたみかんはそのまま学園に入学するが、入ったクラスは、学級崩壊状態。初頭部 B 組のボスで、 危険人物として恐れ得られる夏目からは反感を持たれ、さらに学園外との接触はすべて断たれるという苦難の日々が続く。しかし持ち前の明るさと根性、そして蛍をはじめとする友人たちの協力で、ミカンは次第に周囲の雰囲気を明るく変えてゆき、夏目のために心を閉ざしていた、流化や反感を持たれていた夏目からも信頼を得た。学園の暗部や、 出生の秘密に翻弄され、芽生え始めた恋心に戸惑いつつも、学園生活を送るみかんだったが、最終的に、アリスを完全に失って、退学になり、アリス学園でのことや、学園の友人たちのことを忘れてしまう。しかし、みかんの退学後も、ルカやナツメは、みかんのことを探し続けていた。やがてナツメと再会したみかんは、闇アリスストーンでナツメに渡していた。 自身のアリスストーンのおかげで記憶を取り戻した。その後、ミカンと夏目は結ばれ、ラストでは結婚式の様子と二人の子供の写真が描かれている。花と夢で2002年19号から2013年14号まで連載された。2005年3月18日に公式ファンブック、2007年5月18日にイラストファンブック、2011年9月20日に 公式ファンブック2弾、2011年10月20日に、絵本、ベアと一緒に、あゆえを、2013年7月19日に、イラストファンブック2弾が発売されている。学園アリスのイラストを、東日本大震災チャリティ動員し、プレイフォージャパンに発表したことがある。また、ディズニーチャンネルでも放送された。いずれも、発売元は、キッズステーション。 かつてすべてのゲームの公式サイトが存在し、攻略情報のほかオリジナル壁紙の配布もなされていたが2009年3月頃に削除された。ドラマビジュアル CD、花と夢2007年9号付録。ありがとうございます。